犬は最も早い時期に家畜化された動物である。羊の家畜化はそれに次ぐ古さで知られている。家畜化及び栽培化とは、前者が動物で後者が植物と対象とする生物が異なるものの、いずれも人が対象の生殖を管理し、管理を強化していく過程を言う。その過程において、人は自らに有益な特徴を多く備える個体を対象の群れの中から、 人意選択し続けるため、代を重ねることで遺伝子レベルでの好ましい変化が発現し、固定化し、家畜化、栽培化が成功する。栽培化は作物化とも言う。英語では、デュアメスティケーションが日本語、家畜化に最も近似の語ではあるが、動物、植物の区別もなければ遺伝子とも無関係で、用法は飼いならしに近い。なお、上述の日本語、 栽培化及び作物化は英語表現植物デュアメスティケーションの訳語として生まれている。日本語で言う家畜化の過程では動物の表現型発現及び遺伝子型における変化が起きるため動物を人間の存在にならす単純な過程である状況とは異なる。生物の多様性に関する条約では飼育種または栽培種とは人が その必要を満たすため進化の過程に影響を与えた種と定義されている。従って、家畜化、栽培化の決定的な特徴は人為選択である。人間は食品あるいは価値の高い商品の生産や様々な種類の労働の補助、科学研究、ペットあるいは観賞植物として、 単純に楽しむためなど様々な理由でこれらの生物集団を制御下に置き世話をしてきた。家の中や周りを美しくすることが主な目的で栽培化された植物は通常、観葉植物あるいは観賞植物と呼ばれるが、大規模食料生産のために栽培化されたものは一般的に作物と呼ばれる。特別に望まれる特徴を意図的に変更あるいは選択した。 幸い植物と人間の利益のために用いられる植物とを区別することは可能であるが野生種からは本質的な違いはない家での交わりのために家畜化された動物は通常ペットと呼ばれるが食料あるいは労働のために家畜化されたものは家畜と呼ばれる有志以来人間は多くの動物を自分たちのために飼育し繁殖させてきた その利用目的は様々で、食肉、乳といった食料を得るため、毛皮や角などの日用品を得るため、液畜として畑を耕すため、移動のために起乗するため、狩りのパートナーや愛玩用のためといったものがある。人間の管理下での繁殖の過程において、それらの動物には様々な変化が起きている。その一部は、より有益なものを選んで繁殖させるうちに、 その特性が強化された、いわゆる品種改良の結果である。しかし、それ以外の部分にも共通して見られる変化が生じており、これらの変化を総じて家畜化と呼んでいる。なお、アジアゾウのように人間によって飼いならされ、液畜として使われていても繁殖が人間の管理下にない、もしくは入りきっていないものについては、家畜化という言葉を使わない場合も多い。干渉。 愛岩目的に品種改良をされ飼育された場合は、愛岩家と呼ばれ、畜産物や水産物の生産や仕事を目的に品種改良をされ飼育された場合は、家畜家と呼び、養殖家と愛岩家と家畜家の両方を指して呼ばれることもある。ただし鶏のように、家畜化された当初は美しい声や朝一番に鳴く声を求めた再使用及び鳥同士を戦わせる。 統計用として家畜化されたものが、後に肉や卵を求める畜産用途が主用途となったものも存在する。家畜化された動物の家畜化の程度は様々である。多くの動物は改良前の原種からは大きく変化し、牛のように原種が絶滅してしまったものも存在する。ほとんどの家畜は人間の管理下を離れた場合野生に戻ることは可能であるが、 最も強く家畜化された動物であるカイコの場合、食料確保から移動に至るまで全て人間の管理に頼るようになってしまい、人間の手を離れては生きられなくなっている。進化生物学者、ジャレド・ダイアモンドの著書、銃、病原菌、鉄によると、家畜化に適した動物の条件は次の6つを満たすものである。飼料の量早い成長速度飼育下での、 繁殖能力穏やかな気象パニックを起こさない、性格序列性のある集団を形成する。一般的に家畜化される動物には以下のような変化を生じる。これらはどちらかといえば人為選択による変化である。それ以外に副次的に以下のような変異があるとされる。このような現象は人の保護下にあることで自然選択の圧力下がかからなくなるために、 引き起こされるものと考えられる。家畜化や動物の飼育技術の発達には長い時間がかかるため、短い時間単位でのある一時期を指して、ここで家畜化が起こったなどといった断言はしえない。動物の家畜化が初めて起こったのは中石器時代のアフロイコールユーラシア大陸のどこかであったとする説が有力ではあるが、それは最も早く家畜化された動物として確証されている。 犬の、それが行われた時期をいつと考えるかで大きく変わってくる。犬は、大陸狼に属する複数の亜種のいずれかから、亜種レベルで種分化したと考えられている。時期については、様々な説が唱えられており、それらの説同士の時間的な開きは、大変に大きい。最も古い時期を推定するのは、分子系統学的知見に基づく学説で、現世人類の出現以前、 つまり、ネアンデルタール人類か、プレネアンデルタール人類が成し遂げた可能性を、示唆しており、紀元前9万8000年を超えた過去にまで、遡り得る。また、考古学的知見では、シリアのドゥアラ洞窟にある、紀元前3万3000年前のネアンデルタール人の住居跡から出土した、狼でもジャッカルでもなく、犬にしか見えない。 小さな犬か動物の成獣らしき個体の化学骨が,が人類史上最古の家畜化の証拠かもしれない異物である。しかし多くの学説はやはり原生人類の手で成し遂げられたと主張している。それらの説については家畜と原種、時期と場所説の犬の欄を参照のこと。最も遅い時期を推定するものは紀元前1万千年以前とする。地域については かつては中東説が有力であったが、ミトコンドリア DNA の解析がなされて、以降は東アジア説が最も有力となった。しかし2010年代後半になると別系統の分子系統学的視点から中東説とヨーロッパ説が多くの研究者の支持を集めるようになってきてもいる。犬に次いで家畜化されたのはヤギと羊で、これらも時期については諸説あって、 ヤギが羊に先行したとも羊がヤギに先行したとも主張される。いずれにしても、おおよその時期は、紀元前8000年期の前後数千年の間のことで、地域は羊がメソポタミア地方、ヤギはその北東に位置するイランであったとされている。ヤギと羊の家畜化は、定住による人口増加とそれに伴う野生動物の減少を補う手段であったと考える研究者もいるが、 遊牧民によってなされたというのが従来の考え方である。土や毛など二次生産物の利用は、家畜化からかなりの時間が経ってから行われるようになったとする説もあれば、ヤギの家畜化は肉、土、皮の利用から始まったとする説もある。また、羊の家畜化は先行して始まっていたヤギの利用では十分に補えない、ヤギのそれより栄養素として、 高品質な脂肪と、皮膚に活かせる、高品質な毛の確保にあったとする説がある。なお、家畜化のほとんどは、アフロイコールユーラシア大陸で行われてきた。アメリカ大陸で家畜化された動物はわずかに、七面鳥屋のバルケン、モルモット、リャマ、アルパカ程度に過ぎず、特に運輸に使用できるような家畜は、南アメリカのリャマ一種に過ぎない。特に、オルメカ文明、 マヤ文明などのメソアメリカ文明においては家畜化はほとんど行われず、ユーラシア大陸からベーリング地境経由で人に連れられて渡ってきた犬と、現地で食用として家畜化された七面鳥以外には家畜は存在しなかった。家畜を分類するにあたっては何を基準にするかでいくつかの方式が考えられる。夏季の家畜と原種、時期と場所説では、 原始との対比と時期と場所を基準にしている。その次の、タクソン別説では、分類学による分類を基準にしている。最後の、目的別節は、別項、家畜一覧を案内している。英語版の家畜の一覧である、リストオブデュアメスティケイテッドアニマルズは、内容的に、当セクションと近似で、保管し合えるところがある。英語版では、限定的、部分的な家畜化の例も、 全面的な家畜化と区別した上でリストに挙げている。当セクションでは重要な家畜とその原種を家畜化の時期と場所とともに列記する。記述は時期の古さ順。家畜欄及び原種欄の内容は1、和名2、括弧内は必要なら英語版リンク、あれば漢字表記必要なら補説3、学名。ここではタクソンを基準にして 家畜を分類する。ここでは用途を基準にして家畜を分類する。家畜という語は人が他の動物を利用するのに限って用いられるのが本来で通例であるが生物学的知見の蓄積によりそれに匹敵するような生態を有する動物がいる可能性のあることが明らかになっている。それはちょうど道具の使用が人に独特で他に類を見ない。 特徴とされていたかつての常識が今では通用しないのと同様である。具体的には、インドネシアのボゴール植物園内に生息するヒメカドフシアリがアリノスササラダニを家畜として飼育した上で餌が不足した際の非常食用の、すなわち貯蔵食として利用している可能性があることを伊藤文則らが発見している。アリノスササラダニは、 他のササラダニとは違って、体が柔らかで、しかも、ヒメカドフシアリは、アリノスササラダニの産卵時に卵を加えて取り出す、すなわち世話をする習性を持つ。これらの形質は、人及び人の対象動物でいうところの、家畜化と同様の現象が、ヒメカドフシアリとアリノスササラダニの生態として、成立しているかもしれないという事実を示してはいる。ただし、 伊藤らが自ら言及していることであるが、アリにとって、ササラダニ類の餌としての価値は、大して高くないことも分かっており、アリ客の代表格である、ダニ類のアリノスササラダニが、姫カドフシアリを、語り強制的にうまく利用しているが、アリが、飢餓状態に陥った時に限っては、食用にされて、しまうという解釈が妥当であるとも考えられ、この事実をもって、直ちに、 他を家畜化しているとは言い難い。動物の家畜化と同様の傾向は人にも見られ、これを人類学用語でセルフデュアメスティケーション、和訳して自己家畜化という。国家や企業など何らかの支配的能力を有する人間や集団の支配に対し支配される側の人間や集団が怪獣されるなどして支配を受け入れる状態を指して20世紀後期後半以降の 日本語では、批判的に、家畜化、家畜化すると表現することがある。さらには、そのような状態にある会社員を指す俗語として1990年に定着した社畜があり、社畜とかす状態を指して社畜化ということもある。これらは日本語独自の表現であるが、比較的近い英語として、ージスレーブがある。これは、賃金奴隷という意味で、 完全に異なる概念ではあるが、社畜と重なる部分がある。ウェイジスレーブの状態は、ウェイジスレーブリーという。なお、社畜とウェイジスレーブを同義語とする資料も参見されるが、上述の通り、結果的の重複部分があるということであって、同義語として、安易な使い方をすれば祖語が生じる。ありがとうございます。